保留みのりですけどね。あ、これはあーおーおーおー3月22日から、はい、稼働開始の飛弾のアリア。早い早い、当たった、早い、嘘、50回の ST はこれで終了になります。おいー、あーマジか、まあ、大当たりまで一旦手入れで、そうですね、準備して、何やってるんすか、もう扉が開いちゃうぞ。で、一応当たったら、はい、止めましょうか。そうですね、はい。おおおおおお、なんか強そうな。あ、いた、あ、いた、いた、一旦見ましょうかね。池田店長が今度こそ、めちゃくちゃいい演出なんですよね、それが。いや、これかっこいいっすね。これはもう仕留めたいよ。はい。あ、金文字出てますね。おー、本当だ。金文字。役物、役物。これは、これは当たるでしょう。おい、おー、はい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 、2回目、どどどどどどどマジか、よし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 、1回目はどちらも50回の ST ものにできずでしたんで、まずね、へそ入賞で 50% 取れる100回転を取りたいですよね、はい、そうですね、まずは100取りたいですね。さあさあ始まりますよ、お願いします。始まるのかどうか。7ぞろい、あ、7ぞろいた、オッケーオッケーオッケー、これが、これが入賞時の 50% あるんですよ。そうですね、はい、でこれで100回転のアサルトクエスト突入となりますので、さあ見せるよ。そう、こうなると、まあ、継続率約 75% っていう ST ですね。そうですね、じゃあアリアでいきます。おお、なんかそんなんもあるか。じゃあバトルで、カザーだ、カザーだ、カザーだ、ここ難しいな、ここ入ってから73分の1ですから、まあ簡単じゃないですよね。いやー、きついですね。緑か、来てるか、今のかい。もう半分過ぎましたよ、半分、やばいやばい、ちょっともうそこでただの当たりじゃなくてストックタイムまで見せていただきたいんですけど、お、ようやくリーチ、頼む、リーチはとりあえずして一回リーチ、オッケー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 、星3つ、ちょっと待ってって、ガバメント。いやー、ちょっとちょっとアリア本気出してよ、もう20回しかないよ。あれ、そのままだと記録は399ということになりますけど。1回目と一緒っすかね、その初当たりと。そうですね、100回転のチャンス与えられながらも、ちょっと頼むよ、あかーん、あかーん、
あかんってこれ。それ藤正治さんに言ってるんですか。いや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 。そんなところには喧嘩売れないですけど。あ、終わり？あ、終わりました。399。もう池田店長の記録は399です。399ですね。お、赤文字来た。お、これ金持ちじゃないか。お、あ、僕も先それでしたよ。萌えカットインじゃないのかな今の。もう3つ。さあとりあえず赤帯の物体ゾーンに行きました。でここね、第何章まで行くかで、まあ第7章ぐらいから赤に切り替わるんだったかな。とりあえずこの青と紫は超えないかんような感じですね。五条、ここも超えんとダメ。あー、ちょっと早かったな。あ、金タイトル、金タイトル、金タイトル来たぞ。さすがに当たる。これやろ最後。熱っ、熱っ、来ました。これはさすがに。あ、おお、ここが 赤カットインと言っていいのかどうか。保留緑ですけどね。あ、これは、あー、もらった。2回目の当たりです。さあ、あとは 50% の100回 ST を取れるかどうか。そうですね、7がやっぱ来ないとなかなか突破は難しいですよ。いや、まあまあ7来てもやつですよ。いや、さすがに100回あれば来るか、来るか、来るか。まあこれでまた50回の ST ということになります。そうですね、池田店長の記録は399ですか。そうですね、あります？399って。まあありましたよね。あ、負けとる、4個負けとる。よしよしよし。さあ50回です。でもこれはもう僕敗北していいんで、動画のことちょっと考えて見せてもらいたいですね。びっくりマークの保留はよく見ますね。そうですね、そんなに強くなさそうですね。ボタン連打パズル、桃3つ、無抵とは。おお、当たった。嘘や、ほらね、そんなたっくり。いや、こんなもんですって。いや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 。さあ、これでまあ出玉的にはもう池田店長を守ることできました。完全敗北やな。そうですね、はい。でこれでやっと右支柱の渡り引くことができました。おお、風が来た。はい、ようやく来た。ハイパースカーレットボーラス、これ10ラウンドの大当たりになります。で右打ち中は10ラウンドか3ラウンドが 50% ぐらいですね。でここから、ライトニングバレットチャンス突入ですね。で最終ボタンプッシュ成功でストックタイム突入。まあ演出を見ていきましょう。いやー、引きましたよ。でこれ今どういう状態かっていうと、液晶の左上にタイマーがあるの分かります？あのタイマーが切れるまでの間に V を獲得できてるかどうかのジャッジが最後に行われるんじゃないかなと思うんですよ。で一旦大当たりをストックしてる状態ですね。だからあの10ラウンドの大当たり取ったんですけど、まだその大当たりが発動せずに今この V ストックができるかどうかっていう状態。ここが今までのパチンコになかった新しい部分ですね。普通当たりを引いたらまず当たりを消化するじゃないですか。当たりをストックしてるんですよ。これ緑まで行ってるんで、ちょこちょこ獲得してる星が赤いのありますよ。なんかこの辺りもなんか示唆でしょうね、期待でもね。多分そうですよね。あ、もう大丈夫でしょう。
これ色で何を示唆してるのかな、数を示唆してるのかな。さあ間もなくタイマーの数字ゼロになります。えこれはさっきの分の分ですかね。これさっきの分ですよね。ってことはなかったってことか。まあ、とりあえず10ラウンドのあたりは引きましたけれども、またここからはアサルトクエスト、うん、まあ、100回転のアサルトクエストということになります。だから今まだ 74% ループの ST にいるっていうところで、その中の大当たりの一部で得意するストックタイムを獲得できなかったっていうことですね。まあでも ST が続く限りそのチャレンジはまた訪れると思いますので、まあ、次に行きたいという感じですね。確かにこれ打ってみたらようやく全然わかりますね。そうですね、うん、あこういう感じかっていうのが、うんうんうん、まあでも確かにライトミドルですけど、ここまで来れば割とまとまった出玉には期待できそうな感じはします、うん、はい、今1737ですね。まあでも199で右手の 50% で先発取れるっていうのはいいじゃないですか。そうですね。なんかこうラウンドがいっぱいあって先発の振り分けが 20% とか 30% ではないので、うんうん、お赤保留、これはもろたよ、これはいったな、これはもらったですよ。赤保留、赤同色での叫びも入りました。もう手放して大丈夫でしょう。赤ビジョン、うわー、あー金保留になった、うわ激アツ、外す理由がないやつですね。もう ST 中にここまで来ればね、うん、おーすごい、割と発展してもこうやってリーチ自体が短いのでそれもストレスにならないですね。そうですね。 ST 中にね長いリーチ見せられてもちょっとっていうことありますけど、早いです当たりまでが。さあで、はい、まずはここ指示に従って発射っていうところに入れます。で今回はスカーレットボーナスということで3ラウンドの大当たりですね。さあ、ブラサキ恐竜、まあまあ期待してんじゃないかな、うん、あ赤タイトル、これがね、意外とあっさり決着つくんでいいんですよ、ST 中。あ、はい、先制熱いですよね、うん、いややっぱこれ、199にしては結構いいですね、出玉も。これが左のアリアの普通の右打ちです。そうですね、はい、まあ、だからストックタイム行かずともですよ。そうですよね、ストックタイム行かずとも、そもそもそうか、うん、74%、まあ、75% ですかね、継続期待度ありますので、それ考えたら全然あれですね、全然楽しめますよ、うん、さらにストックタイム行けば好継続になるんで、わー来たー、ハイパー、スカーレットモラス、風風、これが気持ちいいんですよ。で、こうやって3ラウンド当たりでも10ラウンド当たりでも普通に大当たりがスタートしますけど、右打ち中の大当たりの一部でストックタイムに突入するっていう認識でいいと思います。で、ストックタイムにひとたび入るとそのストックタイム自体の継続率が 87% あって、そのストックタイムとこの ST タイプの 74% を掛け合わせるとトータルで 80% の継続期待度があるっていうのが、まあややこしくも面白いシステム、今回のこの被弾のアリア被弾覚醒編の特徴ということになりますね。まあ ST の部分だけでも今もう3連発以上の手玉ありますので、この大当たりで十分楽しめると言えますね。まあやっぱり核変継続タイプと違って当たりを得られずに終わってしまうっていうことがあるのが ST タイプでありますので、まあそういう意味ではこういいパターンとちょっと悪いパターンと両方見せれたというのは良かったと思いますね。なんか右打ち中の 25% ぐらいらしいんですよね、ストックタイム行くのが。あ、紫恐竜来た。さあラスト5回転ラスト4回転金保留、よし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 、強っ、はい、間に合った、ラスト4回転でした。でストックタイムまで見たいのよ今
スカーレットボーナスということで3ラウンドなかなか発動しませんね。うん、ラスト10。このハニーゴールドエスケープっていう曲がめちゃくちゃいい。あーやばいでしょこれは。もうこれやっぱ先読み結構空気ですよね。そうですね、やっぱ赤赤金じゃないとっていう。いやーストックタイム見れず席中。お、3879。いやちょっと2人とも引き終わな結果に終わりましたけども、うん、まあメインというか一番の見どころであるストックタイム突入ならずとも、うん、やっぱりこの ST だけでも 70% 以上の継続率があって、まあ僕すごい下手くそでしたけれども、うまくやればまあ5000発から1万発ぐらいも現実的かなというビジョンは描けたので、まあ今回のこの被弾のアリア被弾覚醒編かなりこうライトスペックとしては、まあ、出玉性能に長けた機械じゃないかと言っていいのかなと思います、はい、それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。はい、実戦終了です。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやーまあいろいろ勉強になりましたと。そうですね。で、はい、出玉合戦しようと思ったんですけど、はい、出玉合戦とは程遠い結果で終わりましたと。そうですね。ただ一応結果の方は、はい、僕が3000発以上は出しているので、まあ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 、はい、まあ勝負は僕の勝ちということ で、ね、はい、今回のやっぱり最大の特徴というか一番の見せ場はストックタイムだと言いながら、はい、ストックタイムに入れれなかったのはちょっと残念でしたね。1回の ST でそこまで持っていくのは難しかったんですが、はい、そのストックタイムなくともそもそも 70% 以上の高継続の ST タイプになってますので、まあ、あれがうまく当たりをつなげることができれば、まあ、5000発とか6000発あるいは1万発とかっていう手玉にも期待が持てるのかなと思ったので、うん、はい、ちょっと今から導入というか稼働開始が待ち遠しく、いや本当にそうですね、はい、次は営業中のお店でチャレンジしたいなと思ったところなんですけど、はい、ちょっとね気になるのが一つありまして、はいはいはい、何ですかこれ。ちょっと皆さん上に、はい、なんかシルバーゲートっていう野望が変わったのかなって、はい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 、いやいやいやそんなことない、思うようなちょっとインパクトにもなるんですけど、そんなことないんですよ。なんですかこれ。まあ北側南側っていう風にこう風除室というか出入り口を普通はね、はい、言いますよね、北側南側って、はい、ちょっとそれじゃ面白くないなと、はい、やっぱ私たちエンターテインメント届けてますので、はいはい、そういう意味ではこうパチンココーナーちょっとこういう壁紙がシルバーなんですよね。ああ確かに壁紙が天井も壁もこういうなんかシルバーですよね。はい、でスロット側はゴールドをモチーフにしてますので、確かに、でこっち側の入り口はパチンコが、でパチンコの壁紙がシルバーということでシルバーゲートっていう風に呼んでます。あ、そういう意味だったんですね、はい、でこの装飾をちょっとまあドーンとこうテーマパーク感といいますか、あ、はい、ちょっと遊び心を演出したいなということで、やっぱやること違いますね、はい、ってことはスロットコーナーの入り口は当然ゴールドゲートです。これのゴールドバージョンがあるってことですか。これのゴールドバージョンが、はい、あ面白いですよね。入ってやっぱりめちゃめちゃでかいホールなんですよ、はい、なので大型ホールって風除室に着いた時とか立中から降りてきた時に今どこの入り口にいるか分かんなくなったりとか、帰る時にどこのエレベーターに乗ったか分かんなくなるんですけど、はいはいはい、これ目印にすれば、そうなんです、あシルバーゲートのエレベーターから乗ったよねっていうことで確かに分かりやすいし、はい、インパクトもありますよね。そうですね。なるほど、謎が一つ解けました、はい、あのグランドオープンの時に結構皆さんお客様から写真撮っていただけたりとか、はい、おー、はい、またね、はい、まあ、そういう形で結構楽しんでいただけてましたね。一つのこうなんかねスポットみたいになってますね。そうですそうです。ちょっとしたフォトスポットといいますか。なるほど。ちょっとね、はい、いろいろ見てみるとやっぱり大型ホールということでね、隅々までこうこだわってやってるっていうのがちょっと面白いと思いました。はい。はい、喉乾いたな。確かに。確かにじゃないでしょ。いけないでしょ。はい。勝負の結果。そうですね。ちょっとやらかしちゃってますからね。あの罰ゲームは確か負けた方が、はい、全員分の、はい、ジュースをっていうことでしたね。まあ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 、シーサーさんが3900発ぐらい、はい、私が399発ということで、はい、10倍の差がありますね。一度もループしてませんのでということで、後で皆さん池田店長にジュースをお値段にしてください。これはもう買う義務がありますので、ね、そうですね、はい、よろしくお願いします。もう仕方ないかなと、はい、そこはもうしっかりご馳走させていただきます、はい。さあというわけで今回は、はい、池田店長とねまたパチンコバトルやっていきましたけれども、はい、また次回ね池田店長との戦いになるのか、はい、それともいよいよトミーさんが帰ってくるのか、まだそのあたりが分かりませんけれども、次回の配信も、ぜひ楽しみに見ていただけたらなと思います。
そして、まあ、ちょっと実践の最初にも触れたんですけれども、はい、私事ながらシーサのツイッターを開設いたしましたので皆さんフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。